皆さんこんにちは。あっち見てこっち見て笑ってサノです。はい、今日は私の大切な人の誕生日です。イエーイ。今日はその人のお祝いをしたいと思います。ではケーキを用意、ケーキを紹介します。じゃじゃーん。はい、私といえばルフォアイエー。はい、そうです、ルフォアイエです。今日はルフォアイさんのケーキを用意しました。それだとろうそくも準備しました。ろうそくはね、38です。皆さん、本当は38ではありません。この数字は名前で表しています。まあ本当は19歳なんですけどね。最初ね、選ぶときは最初1と9にしようかなと思ったんですけど、やっぱ名前で表現しようかな、表そうかなと思って3と8にしました。本当は38歳ではありません、19歳です。それでは開けてみましょうかね。開けてみましょう。では開けたいと思います。お、すげえ、私の大好きなやつがいっぱい入ってる。これ今まで紹介したケーキと全然違います。せーの。おー、すごい。私の大好きなマスカットが、これはシャインマスカットのタルトです。 ではろうそくをつけたいと思います。のお店に入りたいと思います。それでは入りましょう。レッツゴー。エミルク半熟チーズケーキ、幸せ卵微笑みかん、七色の幸せが私を包み込む、ルフォアイエできました。ほんまになんか38歳に見えるなこれ。はい、じゃあそれではろうそく火つけます。皆さん気をつけてくださいね。これつけるときは絶対に音を出さないでください。ではハッピーバースデー歌いたいと思います。せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday, dear 大切な人。 Happy birthday to you。 七色もの、はい、お誕生日おめでとうございます。では火を消します。イエーイ。それではろうそくティッシュは、ここにフォークあるので、早速いただきたいと思います。いただきます。シューのマスカット、わ、シャインマスカットってこんなに硬いんだ、初めて見た。わ、プチッ。あ、でマスカット大好きだから。いただきます。おいしい。
マスカットっていうかオレンジの味がする。うん、あ、クリーム固まってるクリームみたいな。じゃあまあ早速だけどホワイトチョコ食べちゃいたいと思います。ホワイトチョコ、やっぱ誕生日といえばホワイトチョコ、これですね。じゃあいただきます。うお、生クリーム。ではいただきます。いただきます。名前が上になるといけない。めっちゃ溶けるな。めっちゃポキポキ入れた。ちょっとティッシュください。では次タルトを食べたいの。タルト、いただきます。うん、クッキーみたい。うん、一人だけでもお祝いすると楽しいね。なんか本当は誰かと一緒にする方も楽しいけど、なんか一人でなんかパーティーやるのもなんかちょっと楽しい。終わりたいと思います。ケーキは動画をてかあと家族みんなで食べたいと思います。それでは終わりたいと思います。シャナチャンネルまた見てね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。キリン。ケーキおいしいよ。特にマスカットはオレンジみたいな味だよ。Thank you.
さなチャンネル。現在 FM 倉敷 82.8 にてさなと桃田海賊団と一緒に遊ぼう絶賛放送中です。毎週月曜日夕方6時からやってるよ。私もいっぱい喋ってます。うん、インターネットサイマルで全世界で聞くことができますので、ぜひ皆様お聞きください。サナチャンネル。サナの LINE スタンプ、みんなダウンロードしてね。